現政会は、日本の帝国議会における、大正期から昭和初期にかけて存在した政党、第二次五憲運動の中心となった。1916年10月10日、第二次大熊内閣の与党であった加藤孔明を総裁とする立憲同志会に、同志会と並ぶ、大政党である立憲声優会に不満を持つ尾崎幸雄の中政会。 こういうクラブなどの諸政党が合同して結成する。総裁には加藤が就任して、総務7名がこれを補佐した。当初は198議席を有して、衆議院第1党であった。しかし次の寺内内閣に対して、野党の立場を取ったために次の総選挙で大敗し、以後第39から48議会1924年において、立憲政友会に次ぐ第二党として、 言論の否認やシベリア出兵反対、労働組合の公認、県政の上道に基づく政権交代を主張したものの、声優会の原隆氏が内閣総理大臣として政党内閣を組織して国民の人気を集めた時期と重なり、苦節10年とも呼ばれる長期低落傾向が続いた。だが、都市部において、支持を獲得して1924年の第25件、 運動の主力となり、第15回衆議院議員総選挙では151議席を獲得して第1党に返り咲いて、清浦内閣を倒し、加藤公明を主犯とする五県三派内閣を実現させて、普通選挙法などを実現させた。後に、県政会単独内閣を組織する。加藤の死後は、若月礼次郎が総理。 総裁に就任するが昭和金融恐慌で政権は崩壊。1927年には声優界から分裂した声優本党と合同して立憲民政党となった。ありがとうございます。